ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェタイカンターボ2023年式3900キロこちらの車両になります。まずは板尾さん、今年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。大宮店2024年初紹介の動画ということで、はいはい、今回紹介するのがなんとタイカン。タイカンです。めちゃくちゃいいのが入りましたね。入りましたね、はいはい、でただタイカンって、はい、僕改めて思うんですけど、めちゃくちゃ分かりづらくないですか。分かりづらいです。グレード体系もそうだし、はい、どこがどう違うの、はい、僕が今日できる限り調べてきました。あ、お願いします。その辺を織り交ぜながら、はい、今回ご紹介させていただきたいと思います、はい、でまずタイカンって今グレードいっぱいあるんですね。ありますね、はい、スモそうだし、はい、4S、GTS、はい、ターボ、ターボ S、はい、なんと5グレードあると、はい、でもうそれの違いが何なのよと、はい、もうエンジンじゃないじゃないですか、はい、でこれいろいろ調べたら、はい、そのグレードだけ FR なんですよ、はい、でしかもシングルモーター。そうです、シングルモーターです、はい、だちょっと他の4グレードとキャラクターが全く異なる違います、ね、はい、車になってくる、はい、で他の4グレードだと 4S、GTS、ターボ、ターボ S なんですけど、はい、まあ、その中で一番ベースが 4S でその上に GTS だったりターボ、はい、ターボ S あるんですけど、今回ご紹介させていただくのがターボということで、はい、まあ、当然911モデルと同様に、まあ、上になるにつれて、はい、まあ、パワーが出てきて、はい、まあ、モーターなんで、ね、まあ、一緒ですけど、はい、まあ、バッテリーのなんかその出力が大きいものになったりだとか、はい、まあ、あとは装備が漏れなく良くなってくるということで、はい、まあ、ターボだとかなり装備もいいらしいので、はい、その辺ご紹介させていただきます。でしかも今回、はい、いじりもんなんですね。はい、いじってます。めちゃくちゃいいじゃないですか、はい、で今回このカスタマイズされてるのが、はい、テックアート。はい、テックアート入ってますね。これドイツのポルシェチューナー、はい、テックアートのエアロキットが各部ついてると。はい、でこれボディ同色で塗ってますね。ペイントされてるんですね、はい、なんで非常にまとまりもあって、でなおかつドイツチューナーのこのエアロパーツのいいところが、もちろんドレスアップの目的も一部あるんですけど、ありますね、はい、まあ、基本的にはそのダウンフォースだったりだとか、はい、まあ、クーリング、まあ、その辺を向上させるためのエアロなんで、まあ、当然アウトバーンの高速走行にも対応したこちらのエアロがボディ同色で取り付けされていると、はい、でこれよく見るとパーツがいろいろこう構成パーツがあるんですけど、はい、今回全部同色なんですね。同色にされてますね、はい、なので非常にまとまりよく仕上がってると。だと細かいところ見ていくと、これナンバーのベースも塗ってるんですね。塗ってますね、はい、ボディ同色でやっぱり樹脂のパーツってタイカン結構多いじゃないですか。多いですね。なんでこの辺手を加えてあげると高級感も、はい、そうですね、あのガラッとイメージ変わると思います。そうです、はい、そしてターボになると装備が良くなるということで、はい、なんとマトリックス LED、はい、これ標準装備になるんですね。そうです、はい、OS とかにつけると、はい、まあ、まあまあな金額のオプションですけど。そうですね、高いですよね、はい、この辺なんかもついてくると。あともう一個びっくりしたのが、はい、あの全グレード共通で、はい、外観がほぼ変わらないんです、ね、変わらないですね、はい、あのバンパーの下側の形状だったりとかっていうのがちょっと違うぐらいなもんで、はい、おおよそのなんかシルエットが変わらない。変わらないですね、はい、911みたいになんかターボになるとリア周りは全然違いますよとかっていうのもないんですよ、ね、ないですね、はい、なんでその点でもこのエアロパーツついたりとか、また全グレードがあのスポーツデザインのパッケージ、はい、オプションなんですね。オプションになってますね、はい、でスポーツデザインについてたりするとここはちょっと大きくなったりとかちょっと顔つき違ったりしますけど、まあ、標準のモデルは標準のモデルでかなり精悍な顔つきなんで、はい、まあ、この辺もスタイリッシュでいいのかなと。そうですね、あと細かいところその2でいくとここも塗ってあるんですよ、はい、これめちゃくちゃあの手加わってますね。そうですね、あのかなり手入れていただいてますね、これは。あの改造費もさっきさらっと聞いたら、はいはい、結構な金額かかってるということで、はい、これだからトータルで言ったらめちゃくちゃお買い得な、お買い得だと思います。車になってくるんじゃないかなと、はい、こんな車になっております。そしてもう一つ重要なところといえばサイズ感、寸法の方が全長4963、全幅の方が1966、全高の方が1381ということで、はい、あのこれパナメーラより幅があるみたいです。そうですね31ミリほどワイドらしいです、はいはい、だ意外にこう全長に関してはそんなに長くないんで、ないですよね、はい、あのパナメーラよりコンパクトな印象なんですけど、はい、実際実寸でいくと幅は結構あるということで、まあ、この辺駐車環境というかっていうのは、まあ、パナメーラとおよそ変わらないと思うんですけど、はい、まあ、絶妙な運用されている方は、そうですね、そこちょっと重要になってくると、ね、はい、重要なポイントになりますね。1900超えてますから、ね、はい、こんな感じのボディになっております。そして横に回っていくとこちらタイヤホイール、グレードが上になるにつれてホイールが標準装備でかくなる。でかくなりますね、はい、これあの911とか他のモデルもそうじゃないですか、はい、でベースモデル19インチスタートですよね、はい、それがターボ標準20インチのところ、さらに今回オプションのこちらのホイールが入って、なんと21インチ、はい、オプション最大径のホイールが装着されていると、ね、これいいっすね。これいいと思います、はい、あの僕写真で見た時って、はい、このリム側、はい、白だと思ったんですよ、はい、そしたら白じゃなくてこれボディ同色なんですね。同色になってますね、はい、めちゃくちゃおしゃれじゃないですか、はい、
そしてその奥に見えるブレーキも、これターボ以上が標準装備になる PSCB ポルシェサーフェスコーテッドブレーキでしたか。はい、そうです。ピカピカのローターのやつですね。ピカピカローターです。これあのワーゲン系のハイエンドモデルとかがこのブレーキみんなついてますよ。はい、ベンテーガーだったりとかも。はい、そうですね、このピカピカローター、ね。はい、表面コーティングされてるんですよね。確かこれコーティングですね。はい、でもちろんその上にターボ S みたいなカーボンセラミックとかもありますけれども、はい、まあ、正直これでもかなり。そしてあとはベースグレードを除く 4S 以上がエアサスになるということ で、はい、でしかもこのエアサス3チャンバー の、あのカイエンとかパナメーラに装着されているものと同じ構造らしいですよ。もっと言えばワーゲングループのハイエンドモデルと同じ。ただ車重結構ありますからね。車重重たいですね。はい、なんでまあその辺が支えられるように、で当然乗り心地の調整なんかもできると、はい、で今回の車は車高これノーマルなんですね。ノーマルです。はい、あのロードダウンしてあるかと思いきや、はい、あのエアロで低く見えてるからですかね。だと思いますね。はい、なんかそんなめちゃくちゃバランス悪い感じは全然ないですよね。しない、はい、まあ、そのまま乗れちゃう感じ。ただデズラインに関してはノーマルホイールなんで、もう少し出したいかなっていう。ちょっと出したらよりかっこよくはなるかなっていう気はしますね。はい、ただ外出すと車高の高さというか、はい、隙間も目立ってくるじゃん。目立ってきますからね。だからこのまま乗るのもありかなと。だと思います。はい、でここからさらにカスタマイズ加えるのもなおありかなと。もうそうですね。あの本当にホイールから足回りからやってもらうとも一つの手だと思います。はい、もう言ったらだって外装仕上がってるわけじゃないですか。そうですね。だからもうホイール、はい、バキバキのホイール入れて、はい、もうローダウンするだけでめちゃくちゃ決まった車にすることもできるし、はい、まあ、このままあのさらっと乗っていただくのも非常にいいんじゃないかな、はい、いいと思います。そしてあと細かいところでいくと、あのターボだとここ充電ポートが電動になるんですね。電動になります。あの 4S とかだとこれ手動ですよね。手動でしたかね。はい、あのパカッてこう開くやつが今開かないかな。開きますね。はい、こんな感じで、あの細かいギミックなんですけど、これ電動の方が僕好きかもしれないです。はい、そうですね、あのせっかくなら電動の方が、はい、ちょっと故障とか心配するんだろうとか手動もいいんですけども、こんな感じだと。でこれあの通常充電と急速充電で左右についているということで、こんな感じだと。はい、まあ、充電の話は試乗だったりでちょっとお届けしたいと思います。であとはサイドもいろいろ手が加わってるんですよね。はい、でまずミラーがこっち側がグロスブラックでペイントされていると。であとはサイドスカート。サイドスカートですね。こちらもあの車外かと思ったら、はい、違います。デッカートこんな形だったっけなと思ったら、はい、あのこれ純正をペイントしてるんです。はい、そうです。でさっき担当者に聞いたら、はい、実はこれ色が反対。反対、そうですね。こっちが樹脂でこっちがボディ同色だったのを、はい、こっちボディ同色のグロスブラックに仕上げることで、はい、なんか本当に車外のサイドスカートみたいな。そうですね。あとサイドスカートが同色になるとこれで低く見えますよね。見えますね。はい、というわけでこの辺も手が加わっていると。でもちろんこの辺も脱着して下処理してペイントですから、はい、お金のかかる部分じゃないですか。これもそうですね、絞取りとかいろいろ細かい作業もありますので、あのここも結構かかっていると思います。でしかも絞取りって言うのは簡単ですけど、はい、あの僕板金工場よく見に行くじゃないですか。そうですね、はい、あの職人さんに聞くとめちゃくちゃ大変だったんですよ、はい、ですよね。あれ結局あれ機械で磨くと仕事早いんですけど、はい、あの相手プラスチックなんで、はい、溶けちゃうらしいんですよね、あの摩擦で。はい、そうです。だからもう丁寧に職人さんが全部手磨きするしかないということで、はい、この辺も塗ってあればすごく簡単にやってるように見えますけど、はい、実はすごく手が加わってる。さあそしてリアも同じく21インチ、タイヤサイズの方が285/40/20ということで結構太いの入ってますね。太いですね。あのもうこの加速性能と馬力、はい、とんでも馬力ですから、ね、とんでも馬力です、はい、そこがちゃんと、蹴り出せるように、はい、太いホイールになっていると。そしてリアも4ポットでこちらの大型のブレーキついているということで、はいはい、なんかブレーキもあの 0.6G ぐらいまでは回生ブレーキ、はい、でその後にあの普通に効くようになったりとか、でそのセッティングが絶妙らしいんですよ。制御されてる感をドライバーに伝えないようにあのセッティングされてるってことですよね。はい、でこの辺は試乗で乗ってみたいと思います。そしてリアもなんとテックアウトのエアロキットがついているということで、はい、これだいぶあのワイドに見えますね。そうですね。ここが多分一番こうポイント高いのかなって気はしますね。あの後ろからこのノーマルの状態でも、はい、なんか宇宙船みたいな感じですよね。感じするじゃないですか。近未来感あるじゃないですか。はいはい、でそれがさらに、はい、一回りこう大きく見えるし、はい、でしかもこの横のこの立ち上がりですごいワイドに見えます。ワイドになってます。というわけでここのパーツがテックアウトですよね。そうですね、はい、この辺が買ってると。でこれも塗ってんですか。これですよね。これ樹脂ですね。これも基本樹脂のはずですね、はい、というわけでこの辺なんかのペイントカスタムしてあると。であとはトランクスポイラー。はい、あのトランクスポイラー純正設定ないんですよね。ないですね、はい、あの全グレードこうつるんとしたお尻ということで、はい、ここつけてあげるとやっぱりスポーティーな感じが演出されるということで、これも同色で同色ですね、取り付けされていると、はい、そして今回オプションでこの
ポルシェロゴが青くなるやつ、はい、青くなってますね、はい、これいいっすね。そうですね、ちょっとポイントで、はい、あの変えてあげるといいと思います、はい、なんかすごい EV 感が、はい、出ますね、はい、演出されててこの辺なんかもオプションのものが入ってます、はい、こんな感じのエクステリアになっております、はい、続いてインテリア見てみたいと思います、はい、これ本当あのキー開けると出てくるんですけど、そうですね、はい、あの持ち上がりました、ね、時間が経っちゃったんで無理やり開けました、はいはい、というわけで内装がターボになると非常に良くなるということで、スムースレザーのインテリアが標準になるということで、フルレザーも0円オプションですよね。そうですね、選びますというわけで内装が圧倒的に豪華になると。そしてこのヘッドレストのターボのこのエンボス、はい、これも標準なんですよね。そうです、標準ですね。そして板尾さん知ってます、ターボの代わりにポルシェのクレストエンブレムをエンボス入れることもできるんですけど、はい、そっちはオプションなんです。あ、そっちがオプションなんですね両方0円で選べるようにしてくれよって感じします。そうですね、せっかくならそうしていただいた方がいいですよね、はい、続いて乗ってみたいと思います。いや、シートはこれだいぶいいっす、だいぶいいですね、はい、もちろんそのターボ S、はい、さらに上の18ウェイもありますけど、ありますね、はい、あの14ウェイで十分すぎますというわけで、もう非常に細かく調整できる、はい、だって膝裏もちゃんと伸びますからね。伸びますね、はい、ここって、はい、まあ、もちろんオプションで選択できますけど、はい、まあ、ある程度こう最初にグレードで大まかに決めるところじゃないですか、はい、だからやっぱりこう中古車で選ぶときに、はい、この辺の快適装備はついてるグレードだったり車種の方がいいのかなと。そうですね、はい、そしてインテリアはこんな感じ。これインテリアはあの初代911をイメージしてるらしいですよ。あ、そうなんですか。なんでこの水平基調で、はいはい、この辺なんかも非常にこうシンプルというか、はい、こんな感じのインテリアになってると。で、なんとあのスポーツ黒のがオプション、はい、あ、そうです、オプションになってますね。だからこれ2000万円超えてくるじゃないですか、はい、ターボで、はい、2000万円出してもスポークロオプションでつけないとついてこないと、はいはい、でスポークロはまあまあまあいいと思うんですけど、はい、あのこのステアリングのモード切り替え、はい、これもセットじゃないですか、はい、これもついてこないと、はい、2000万円出しても、はいはい、というわけで今回の車はちゃんとスポークロ、はい、あの好きなくつけてますので、はい、この辺なんかもついてると。あとメーターはこちらのフードがないタイプ、はい、これフード何回かあの体感乗らせていただいたことあるんですけど、あのフードがないんで大丈夫かなっていつもこう思ってたんですけど、はいはい、意外にこう視認性いいんですよ。そうですよね、はい、そしたらちゃんと変更フィルターがついてるらしいですよ。表面それで見やすいんですからしいですよ。だからその余計な乱反射とかっていうのがないように、はいはい、よくあのカメラとかでも変更フィルターとかサングラスとかもあるじゃないですか。そうですね、ありますよね、はい、あの水面とか撮るとこう光っちゃってこう、はい、見えなくなるのを防ぐそのフィルターがこのメーター自体にこう備わってるらしいです、はい、なんでこう昼間日中でも視認性が非常に高い、はい、こんな感じのメーターになっております。そしてオンにしていいですか、あの、はい、これマット・ワトソン、カーワウのマット・ワトソンも言ったんですけど、はいはいはい、押しづらい、はい、あの場所っていうかもうちょっとそうなんですよね、はい、あのひねるのじゃなくなっちゃって、はい、しかもこのボタンも隠れてますから、はい、でもう一つ言うとシフトも隠れてますから。そうなんですよ、はい、というわけでこの辺はちょっと慣れが必要かなと、はい、そしてナビ周りに行くとこんな感じ、はい、この辺はちょっと飛ばしちゃいますけど、はい、大きいポイントとしては今回の車地デジがついてる、はいはい、後付けされてるということで、まあ、この辺見る見ないあると思いますけど、はいはい、こんな感じで。そしてナビゲーションはこんな感じ、はい、こんな感じでおおよそポルシェの他のモデル、そうですね、とあのインターフェース的には同じ感じなんで、はいはい、この辺もで当然エアサスなんで車高の上げ下げ、はい、硬さの調整、はい、その辺なんかも全部できる。でこの脱線走行、はいはい、この辺があれですよね、回生ブレーキ、はいはい、オン、自動、オフ、この辺ができると、まあ、この辺は他のモデルと一緒だと一緒というか共通の部分があると思いますので飛ばしちゃいます、はい、そしてなんと今回の車パッセンジャーディスプレイもついてるということで、はい、豪華ですよ、豪華です。これ確か15万円ぐらいの、はい、します、ね、はい、オプション、こんなのがついてる。そしてディスプレイこれだけじゃなくて、はい、こっちもディスプレイ、はいはい、これはですねいいんですよいいんですけど、あのエアコンまでこれは、はい、ちょっと慣れが必要かな。そうですね、まあ、今最近の車いろんな車でこうなっちゃってるじゃないですか。そうなんです、だから僕毎回言ってるんです、はいはい、なんで、まあ、ちょっとここ慣れが特に右ハンドルじゃないですか今回の、はい、なんで左手でこうこの物理キーだったらまだいいですよ、はい、そうですね、タッチパネルはちょっと慣れが必要かなっていう気はします。はい、まあ、でも基本的にどのメーカーもこの方向性なんて、まあ、これはこれ使っていただくのがいいの。あとはターボになるとあのシートヒーターが、はい、その辺なんかも便利に使っていただけます、はい、であとはドリンクホルダーがこんな感じで微妙にオフセットして2つついてイルミネーション付き、はい、そしてセンターコンソールはこんな感じで、はいはい、ちょっと狭いですけど USB のタイプ C が2系統、あとシガーソケットが付いてる、はい、そして足元、はい、
若干運転席側にオフセットしてる気がします。他の911とかに比べてこの何ていうんですか、アクセル側の出っ張りが大きい気がします、はい、ただブレーキはまあドセンターだし乗りづらさはないですね。はい、こんな感じになっております。フットレストも大きい、大きいですね、はい、そして天井周り行くと、はい、スウェード調のピラーと天井、はい、あ、バイザーもちゃんとスウェード調になってる。そうですね、プラスチックではないですね、はい、めっちゃ質感いい、はい、そして天井、まあはい、ルーフですね、このガラスのルーフになってると、だめちゃくちゃ開放感ありますね、これめちゃめちゃ開放感あります、はい、ルーフになってこれ開きはしないんですもんね。開かないです、はいはい、ただ非常に開放感があるこんなインテリアになっております。続いて後席見てみたいと思います、はい、後席は板尾店長お願いします。結構天井のこの低さが、そうですね、気になるのと、はい、あとはまあ土の多分シートポジションだったのかなとは思うんですけど、嘘です、だいぶ後ろになって、だいぶ後ろです、はい、ちょっと見え張って足長くして、はい、僕ベスポジだとこのぐらいです、あ、じゃあ大丈夫ですね、はい、このぐらいです。まず板尾さんのスペックを教えてください。はい、170センチ68キロです、はい、あの天井のクリアランスは、天井は正直ちょっと今髪の毛ちょっと立ってる部分もあるんですけど、ちょっと後頭部あたりがもうほんと手のひら、もうほんと2センチぐらいかな、でちょっと髪の毛触りますピラーに、まあ、おそらくちょっと形状がちょっとこうラウンドしてるんで、まあ、それのせいはあるのかなっていうのと、ポートが結構しっかりしてるイメージですかね、背中が本当にピッとこう収まる感じにはなってます。で座面がちょっと長さが僕はもうちょっとあった方がゆったり座れるかなって感じなんですが、まあ、あの足元とかも広くできてますので、確かに、はい、足元のクリアランス結構あります、ね、クリアランスはあるので、まあ、ちょっと姿勢というかずらしていただければ、まあ、全然長距離とか問題ないお車だとは思います。で一応車検証上は5名乗車なんですよね、はい、そうですね、真ん中も一応座れる形にはなってますね。ただ真ん中はきついかなっていう気はします。ちょうどこの左右の座席 の, あのこのサポートがちょっとこうボコッと出っ張ってますので、ちょっとここにお尻ってなるとちょっと多分座られる方違和感あるかなっていうのは感じますね。はい、あと EV 特有のそのフロアの高さ、はい、高さはそんなに感じないんですよね。全然感じないですね、はいはい、もうなんか普通の車なイメージしか僕はないです ね, ですね。なんかあんまりこう、まあ、そう言われれば運転席ちょっとこう高いかなっていう気がしますけど、リアに関しては本当に、はい、全然本当に EV なのっていうぐらいのフットスペースがあるので、ねはい、まあ、この辺すごくよくできてるなっていう感じです。あと装備もシートヒーターもついてますし、はい、4ゾーンはないんですよね。4ゾーンはちょっとないので吹き出し口だけってなるんですが、はい、あとはまあいつものように真ん中を下ろしていただくと肘掛けっていうような感じですかね。十分すぎます、はいはい、こんな感じのリアシートになっております。続いてトランク見てみたいと思います、はい、ここポチッと押すとこんな感じで、はいはい、これGT3 RS のフロントどうでもいいです、はい、そしてこんな感じのトランクになってる。トランク結構大きいですね。結構奥行きありますよね、はい、なんかハイブリッドになったモデルで、はい、なんかトランクの出っ張りがすごくみたいな、はいはいありますね、あの車種は言わないですけど、はい、最近紹介した車からすると、はい、なんかこうハイブリッドで余計なものがついてたりとか、はい、EV とかってバッテリーの関係でなんかすごいこう狭くなっちゃってるイメージですけど、はい、結構奥行きもあって、そうそう、あとここが広くなってるのが、はい、確かに結構いいかな、長物もいけそうな感じ、はい、そしてシートは倒せるんですよね、長物もいけちゃう。そしてこれ下もちょっとスペースあるんですか。あります、ね、あ、こんな感じで、はい、こんなほんのちょっとだけですけども、ちょっと下側もスペースあるということで結構便利に使っていただけるから。そうですね、でこれだけじゃないんですよね、フロント側にも、あ、フロント側にももちろんトランクがあるということで、はい、この後見てみたいと思います、はい、続いて前側のトランク見てみたいと思います、はい、これこうやると開くんですよね、はい、さすがです。前側は結構狭いですね。狭いですね、はい、スーパーカーですね。そうですね、スーパーカーよりも狭いんじゃないですかね。確かに、まあ、ないよりマシっていうことで、そうですね、まあ、この辺なんかも使っていただければ、だから荷物結構な量をトータルで言ったら詰めるんじゃないかなと。こんな感じのフロント側のトラックになっております。続いてトーカロイ見てみたいと思います。お願いします。
じゃあ板尾さん行きましょう。行きましょう、はい、でまずこちらの車外装紹介で忘れちゃったんですけど、はい、プロテクションフィルム施工してあるんですよ、ね、あフロントバリーしてありますね、はい、めちゃくちゃいいじゃないですか。そうですね、はい、プロテクションフィルム意外に高いんですよね。高いです、はい、というわけで貼ってありますんで安心して、はいはい、乗っていただけるかなと。あとはオプションで言えばプライバシーガラスなんかもついてますし、はい、あとは BOSE、はいはい、BOSE 入ってますね。なんか EV で静かじゃないですか、はい、価値がやっぱりそうですね内燃機関の車よりありますね、はい、あるらしいですよ。ありますね、はい、やっぱり内燃機関の特にマフラーとか変えちゃったりすると、はい、せっかくいいオーディオを入れても、はい、マフラーの音だったりエンジンノイズだったりするじゃないですか、はい、それが EV だとやっぱり静かなんで、はい、サウンドシステムがより楽しんでいただけるらしいです、はい、あとスポーツサウンド、はい、要は走行中のヒュイーンっていう、はいありますね、結構音するんですよね、はい、それもあのオプションなんですけど今回ついてるということで、はい、e スポーツサウンド、はい、あのターボだったら標準装備にしてほしかったですね。ここは、はい、ただついてますからね、はい、今回、はい、こんな感じになってると。あとは今回の車はパワーステップラスもついてるということで、車速の可変アシスト、はいはい、この辺なんかもついております。あそっか、あとなんか足んないと思ったらエンジンルームの紹介なかったんで、はい、ちょっとここで今ぶっ込んでいいですか。はい、いいですよ。でこちらのお車は馬力の方がマックス680馬力、はい、コンスタントに出せるのは625馬力ということで、はい、フルブースト時に680馬力、はい、でトルクの方がマックス1100ニュートン、はい、あのもうとんでもスペックになってると。で、航続距離でいうとターボの場合だと満充電で一応450キロっていうことなんですけど、実際だとやっぱりエアコンも使ったりしますし、まあそれの8掛け7掛けぐらいな感じかなとっていう感じになるかなと。でただあの急速で93分充電で 80% ぐらいまで充電できる仕様にはなってるそうです、はい、ただ車自体はマックス 270kW まで対応してるらしいんですけど、はい、今のところディーラーでも 150kW ですよ、ね、っていうことなんで、はいまあ、そんなに高電圧でまだ充電できないらしいです、はい、だ今後充電設備が整ってくれば、まあ、より便利に使っていただけるかなと、はい、でタイカンの場合だとなんか通常 EV って 400V ですね、がスタンダードらしいんですけど、はい、タイカンだとなんか 800V らしいですね。あそうなんですか。らしいっす。あすごい。ちょっと EV の中でも、まあ、特殊というか、そうですね、はいはい、な EV の、あそうだったんですね、はい、ジャンルというか知りませんでした。仕様になってるそうです。でちなみに前後モーターで二速ギアということで、はいまあ、加速時と、巡航時で、はい二段ギアになってるそうです。で今のところほとんどの方が多分あの家の充電で運用される方がほとんどだと思うんですけど、ホームの場合はだいたい10時間で、まあ、320キロぐらい走れるぐらいの充電らしいです。であの正直その充電も安くないんですよね。そうですね、はい、なんで深夜の料金を使って、まあ、夜中のうちに充電しとくっていう使い方がいいのかなと、はい、一番いいですよね、はい、なんで今現状としてはいきますね。はい、わあまあガソリン車の代わりにはこれお世辞にもならないかなと。そうですね、全く同じようにはっていうのはいかないですよね、はい、そうですね、まあ、もちろん、まあ、運用の仕方次第っていうところがあると思うんですけれども、はい、だから基本的にはもう本当にその車の使い方が限定的で限られた使い方する方か、はい、もしくは2代目そうですねとして持っていただくのはすごくいいんじゃないかなと。はい、だってほとんどの方が毎日その何百キロも運転されるわけじゃないじゃないですか。ないですね、はい、なんでまあ普段は EV に乗って、まあ、遠出するときはやっぱりその辺の利便性の優れたガソリン車っていう選択肢もすごくいいんじゃないかなと。だから正直都内少し走るとか、まあ、日常の使い方だったら、まあ、今300キロ400キロ走れば全く問題ないですからね。問題ないですね。いやめちゃくちゃ静か。めちゃくちゃ静かです。そしてですねさすがに2トン600ぐらいあるんですよね、はい、なんですごいどっしり感っす。あそうですか。ただその重心がすごい低いからなのか、はい、めちゃくちゃなんかこう接地感というか、はい、悪い重さじゃなくてしっかりの路面を捉えてる感じはします。まあ、言っても僕そんなに EV いろんな車乗らせていただいたわけじゃないんで、はいまあ、テスラとかモデル X、ね、モデル S、そうですね、まあ、あとはタイカンだったりとか、はいはい、その辺が中心になってくるんであんまり今回 の, あの試乗レビュー当てにならないというわけでいきたいと思います。タイカンでもなんか登録台数めちゃくちゃ多いみたいですね今。あ、そうなんですか。要はこれちょっとカットかな。 ディーラーっすよね。そうです、ですよね。スペシャルモデルを買うのに、はいは
そうですね、体感買ってください、ね、はい、よく聞きます、はい、そのお話、はいはい、これもしかしたらカットになっちゃうかもしれないですけど、はい、でもそれって海外もらしいですよ。あ、やっぱりそうなんですか。らしいです。もう世界的にそういう販売方法というか、だ多分なんですけど、もうそれだけその平均燃費 CO2 の排気量下げないと、そうです、ね、出量下げないと、はい、作れないんですよね、はい、スペシャルモデルが、ね、はい、ただあの車自体の評判めちゃくちゃいいみたいですよ、やっぱり体感は。あ、そうですよね。ただちょっとそれに上回るちょっと登録というかあのセールスが今あるってことですね、ある現状みたいなんで、はい、あの中古車相場も結構言われてるんですよ、ね、いやいやいや、そうなんですよ、はい、あ、え、新車と新古車がこんなにっていう。そう、そうなんですよ。そう、だって言ったらこれもそうじゃないですか。だって2000万オーバーで、はい、そうですね、はい、改造費もこんなにかかってて、はい、え、こんなにお得なのってびっくりしましたよ、僕。そうですよ、はい、だから今逆にいいんじゃないかなっていう。そうですね、はい、買う側としては買われる方はいいと思います。そう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 、はい、でなんだかんだ EV 不便だどうだとかって言われても、はい、これからだって充電設備が増えていって、はい、でなおかそういう高電圧の急速充電とかも対応してくるわけじゃないですか、はいはい、うわー、めっちゃしっとりしてる、はい、そしてですね、一応今回生ブレーキはオフになってるんで、はい、オンにしてみたいと思います。これステアリングで回生ブレーキすぐオンにできるのいいですね。そうですね、それやっぱりステアリングでできないとちょっと逆に不便ですもんね。確かにこの辺でこうじゃちょっと大変ですからね、はい、というわけで、あ、え、全然なんか不自然な感じしないっすよ。逆を言ったらワンペダルでの運用は全然無理っすね。はいはいはい、はい、そうですよね。全然自然な、エンジンついてないんでエンジンブレーキっていう表現が正しいか分かんないですけど、そうですね、あの感覚的にはなんかエンジンブレーキっぽい減速の仕方してますよね、はい、不自然に惰性で行き過ぎちゃう感じもないし、はいはい、かといってアクセル踏み直してもなんかその減速と加速のつなぎが不自然な感じはしないです。乗ってて全く違和感ないですよ。 あ、これ回生ブレーキオフにすると、はい、惰性で進む感がちょっとアップするの分かる、分かる、 あ、分かる、そうですね、でめちゃくちゃ自然これ。いや、モータージャーナリストの方がその味付けが絶妙だっていう風に書いてあるのあったんですよ、はいはい、いや本当かなと思ったけど本当っすね本当だこれ。これだからガソリン車が乗り換えてもそんなに違和感なく、違和感ないですよね、うん、多分今なんか普通に隣に乗ってても、はい、なんか全然普通な感じですもんね、うん、静かだな、いい感じです。ただ21インチなんで少しこの入力の、はい、本当にわずかにこう初期入力のその硬さまではいかないですけど、はい、しっかり感はあります。ありますか、はい、ただ逆にすごくいいです。そしてメーター、このメーターですけど、はい、一応この両サイドがタッチになってるんですよね、はいはい、でアサスの上げ下げだったりとか、あとはここお気に入り入れといたりとか、サスペンションの調整なんかもできると。そしてちょっとスポーツ入れていいですか。どうぞ。そうするとこのフューチャーサウンドが、そのサウンドがちょっと嘘くさいぐらい大きいっすね、音が。なんて表現していいんですかこれ、はい、なんか遊園地の乗り物に乗ってるみたいな、なんか面白い、はい、いやでも車めちゃくちゃしっかりしてんな、やっぱり。やっぱさすがポルシェですね。あのうちのカメラマン自分でもその991.1 のポルシェ乗ってるじゃないですか、はい、乗ってますね、はい、で最初は EV その、まあ、否定まではしないですけど、はい、いやガソリン車っすよやっぱりみたいな空気だったんですよ、はいはい、でつい最近あの EV のその体感をちょっと長距離に乗るあの機会がありまして、あ、そうですよね、はい、あの、いや意外にいいんですよこれが僕に力説してましたえ、はい、カメラマンがって感じですよね。やっぱりポルシェ作ると違うっすねっつって。確かにもうだってそのガソリン車で培ってきたその技術だったりだとか、はい、その走りに対するノウハウはもう山ほど持ってるわけじゃないですか。ね、はい、それを持ってるメーカーが作る EV と、はい、まあ、新興メーカーが作る EV はやっぱりもう似て非なるものなのかなと。全然違うと思いますよ、はい、うん、そんな気がします。ただ街乗りこの低速で乗る感じは別に全然とっつきにくさもないし、ないですね、普通に乗れちゃいます。まあ、あとは言ったらやっぱりちょっとその何ですか、航続距離が少なくなってきた時のドキドキ感は、ドキ感はちょっとそうですね、それが一番不安な要素ですよ ね多分だからそこかなっていう。そうですね、ガソリン車だったらいやまだもう数キロ走れるから大丈夫だなみたいな、
まあ、その辺ね探せばガソリンスタンドはいくらでもあるからなんとかなりますけどね。ただ EV って、はい、この航続距離が急に減ったりするじゃないですか。はい、しますします。外気温だったり、はい、エアコン使ってる、はい、使ってないとかで、はい、だ正直もう2桁キロメートルとかになっちゃったら、いやもうドキドキしちゃうじゃないですか。もうやばいですね。でしかもあの充電設備も今増えてきたんですけど、はい、なんか30分しかできないところも多いんですよね。 ありますね、はい、1回30分みたいな、はい、応急的にどっか行く目的でその30分だけ充電とかだったらいいんですけど、はい、あの出かける前にちょっとあのなるべく満タンに近い状態したいなとかってなってくると1回30分だと、そうですね、残量によっては全然上がらないですよね、はい、っていうパターンもあるんで、まあ、本当にインフラっすよね。インフラ次第だと思いますね、はい、そこさえ。だから本当にアメリカの西海岸とかヨーロッパとかだと今すごくこう充電インフラ整ってきてるんで、増えてますもんね、すごい。まあ、それに伴って EV もすごい増えてきてるじゃないですか、はい、ちょっと行きますよ板尾さん。どうぞ。いいですか、心の準備を。どうぞ。これはやばい、これはやばい、これはやばい、これやばいっすよ。今体中の水分が全部しぼわってこれやばいな。すごいわ。これ桁違いますね。これはやばいっすね。もうあのいきなりガンきますもんね。そうっすね。でびっくりするのがあのスリップしないんですよ。しないっすね。全部食いつくっすね。食いついてますね。これやばい。やばいわ。これはガソリン車の火じゃないな。火じゃないですね。これやばい。まあ、ガソリン車だとこれぐらいじゃないですか、せいぜい加速って。おお速えなみたいな。いやでも速いわやっぱり。ジェットコースターのスタートっすね。そうっすね。バキュンって。うわむちゃくちゃいいな体感。ただちょっとこれだけっていうのはやっぱり最初にも言ったんですけど、はい、厳しいかな。ただ僕の使い方だったら多分大丈夫だと思うんですよ、うんうん、そうですね。僕ほぼ乗っても通勤、はい、通勤、はい、はい、そうですね、行っても都内なんで、はい、そうですね、でたまにまあ、実家に帰るときとか、はい、旅行に行くときとか、はい、もう年に何回か、はい、まあ、200キロ300キロ、はいはい、っていう使い方なんで、まあ、その時はまあレンタカーないし、ね、まあ、別の車、そうですね、そういう感じだったら全然、うん、でこう割り切って使えれば全然いいのかなと思いますよね。だ家に帰ってきたら充電、充電してだそれも例えば賃貸とかで、はい、あの共同の駐車場とかだとなかなか充電とか難しいかもしれないですけど、はい、まあ、基本的に戸建てだったりだとかマンションでその充電設備が整っているよっていう方であれば、はい、あの帰ってきて充電、そうです、ね、朝には充電されてる。あとはあのこの辺も毎回僕物理機の方がいいとかなんだって言うじゃないですか。もしかしたら、ね、あのスマホを初めて持ったおじさん と、そうですね、言ってること一緒なのかなかもしれないですよね、はい、これ例えばじゃあ初めてってことはないと思うんですけど若い方とかがこれポンと与えられたら多分普通に使いこなしますからね。そうですね、多分そうだと思うんですよ、はい、そこっすね。エアコンに関してはこれこれですね、はい、これ風の向きはこれちょっと、いやこのちょっと吹き出しの向きぐらいはちょっと物理的に調整させてくれよって思ってしまいました。ちょっと、ね、難しいっすねこれ。そうっすね、うん、これはでもうわめちゃくちゃいいな。いやこれちょっと峠とか首都高 C1 とかしてみたいな。やばいっすよこれ。あの接地感が半端じゃない、はい、多分その車重的なところが大きいと思うんですけど、はい、とにかく路面を捉えてるのがだからもっと本当に車重が重たいのってデメリットというかマイナスなことだと思ってたんですよ、はい、ただこの接地感半端ないですね。考えてみたらこのパワーとあのトルクを見たら重量そんな関係ねえのかなってなりますよね。まあ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 そうですね潜入と思いですからねだってあの35 GTR 開発のなんか動画僕見て、はい、見たんですけど、はい、その時言ってましたけど、はい、もちろんその高速時だったりとかっていうのは、はい、あのダウンフォースがかかるのでタイヤのグリップ稼げますけど、はい、まあ、低速時だったりとかっていうので、はい、その路面にこう押さえつけるのってもう自重しかない、重さしかないですもんね。そうだから 35GTR はむやみに軽くしないんだっていうのを、はいはい、まあ、本当か嘘か開発の人が言ってたんですよ、はい、でまあ、それはでも物理の法則で言ったら、ね、まあ、一理あるなっていう、はいはい、いきますよもう一回どうぞ。はい、これはやばい、これあの
土踏んでるからいいですけど、はい、踏んでない方が怖いですよね確かに助手席何も握ってないですし、ね、そう怖いですよこれ楽しいな。いやこれ新しいものとして、いや体感だってマカももう今月25日ですか、うん、はい、あの発表されるじゃないですか、はい、でもう時期に718も EV で出てくるっていう噂じゃないですか、はい、そしたら本格的にこの、まあ、乗用車の EV じゃなくって、はいはい、まあ、いろんな SUV のその多目的 SEV とか、まあ体感もだいぶその色強いですけど、はい、スポーツ EV が、はい、あの出てきて、はい、本当に EV 戦国時代になりますよね。今年来年になると思うんですよ、はい、まあ、それを感じる意味でも、はい、まあ、使い勝手もこれ体感いいですし、そうですね、まあ、ぜひ興味のある方ここ一回乗っといていただいても損はないんじゃないかなと。いやちょっとあの、はい、体感僕ちゃんとこう乗ったの初めてなんですけど。あ、本当ですか。ちょっとやばいっすいやでもこれ体験しといて、このお客様に、はい、この熱量で伝えられるってすごい大事だと思うんですよね。いいと思います、はい、いや改めて乗って、ちょっともうちょっと乗りたいそうですね、はい、1週間ぐらい乗ってみたい感じがしました。これちょっと高速とか、はい、そうですね、高速乗ってみたいですよね。どんな感じなんだろう。追い越しとかも絶対楽っす。でそうっすよね。ただ、はい、ちょっと巡航距離のそこだけ、ね、ドキドキはついてもありますけど、いやいい経験になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後になりますけれども、はい、もうちょっと試乗したかったです。そうですね、はい、これ乗っていくとイメージ違うのかなと、はい、そうですね、おそらくこう電気自動車でしょって思ってらっしゃる方はぜひ一回ちょっとこう、まあ、ディーラーさんに試乗とかして見ていただくのもいいのかなと思わせる車だと思います、はい、単純にガソリン車とその乗り味の違いもそうなんですけど、はいはい、この運用の仕方が大きく変わってくるじゃないですか。そうですね、はい、ガソリンみたいにこう給油することもないですし、はい、まあ、家帰ったら充電で先で充電っていう運用の仕方になると思うんで、はい、そのカーライフ全体でもうちょっとこの車を乗ってみたいなっていう、すごく興味が湧きます。わかります、わかります、はい、あとはやっぱり他の EV とは一線を画すな、はい、そうですね、ちょっと他の EV と一緒にしちゃうと違う車だよっていうところだと思います。さすがポルシェ、はい、ドイツ、はい、ニュルブルクリンクで鍛えられた EV は、はいはいはい、他のちょっと EV、はい、よく EV 家電とかって言われるじゃないですか、そうですね、はい、それとまた違った雰囲気をすごく感じたんで、はい、まあ、非常にこれから乗る機会も増えると思いますけど、はい、どんどん乗ってみたいなと思う車でした、はい、というわけでこういった車の買い取りも大丈夫ですか、ね、はい、もちろんもちろん、はい、ぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はポルシェ体感ターボをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。